ただいまより2023年度東北学院大学入学式を執り行います。賛美歌285番第1節、マスク着用の上で歌いましょう。歌詞は入学式資料の3ページをご覧ください。一同ご起立ください。ご着席ください。聖書朗読並びに祈祷、原田浩二宗教部長。それでは皆さん、式次第に記されている聖書の言葉を共にお読みいたしましょう。新約聖書ペテロの手紙に第1章の3節から8節までです。私が読みますので、皆さんはどうぞ目で追ってお聞きください。主イエスはご自身の神としての力によって、命と経験とに関わるすべてのものを私たちに与えてくださいました。それは私たちをご自身の栄光と力ある権限とで召された方を私たちが知ることによるのです。この栄光と力ある権限によって、私たちには尊く大いなる約束が与えられています。それはあなた方がこの約束によって世の欲にまみれた腐敗を免れ、神の本性に預かるものとなるためです。こういうわけで、あなた方は力を尽くし、信仰には徳を、徳には知識を、知識には節制を、節制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらのものが備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は怠惰なもの、身を結ばないものとはならず、私たちの主イエス・キリストを知るようになるでしょう。聖書はそこまでです。それでは祈りを捧げましょう。皆さんは黙祷の姿勢で共に祈りに臨んでください。恵み深き主なる神様、仙台の桜の花も満開となり、この晴れやかな今日の日、この真新しい五ツ橋のキャンパス、
そしてこの押川記念ホールで新入生たちを迎えて2023年度の東北学院大学の入学式を開催できますことを心から感謝いたします。新しい年度を迎えて実に3年にわたるコロナ禍も収束する兆しが見られ、本来のキャンパスライフを取り戻しつつあるその喜びと期待を胸に改めて心から感謝をいたします。ここに大学に入学を許された多くの新入生たちが集っています。主なる神様、どうかこうして新しいキャンパス、新しい学部、また学科が誕生して、この4月から新たな歴史の一歩を踏み出す東北学院をどうか祝福し、この東北学院大学で学ぶことを希望して入学する一人一人の門出を祝福してくださいますように。この場に集う新入生は皆幼い頃にそれぞれの場で東日本大震災を経験しました。日本だけではなく、2月にはトルコ南部で大地震が起こるなど、いつ起こるかわからない震災の危機の中を改めて私たちは生きていることを覚えます。そしてまたロシアによるウクライナへの侵攻をはじめとし、それに伴い日本でも物価が高騰し続けるなど、今私たちが置かれている状況は不透明で、そのような中にこうして学生生活が始まります。主なる神よ、どうか新入生一人一人が東北学院大学のスクールモットーであるライフ、ライト、ラブに示されるキリスト教の教えの意義を一つ一つ学びながら、これから始まる日々の生活を希望の光を抱いて、人間力に富む学生として豊かに成長することができますよう、どうかお支えくださいますように。人の悲しみや痛みに共感することのできる愛の心をお与えください。東北学院大学での学びを通して、それぞれの人生を豊かに育む知恵と力とをお与えくださいますように。主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。入学宣言、大西春樹学長。大学院文学研究科、英語英文学専攻、博士課程後期課程1名。ヨーロッパ文化史専攻、博士課程前期課程1名。アジア文化史専攻、博士課程前期課程1名。同じく博士課程後期課程1名。経営学研究科、経営学専攻、修士課程6名。法学研究科、法律学専攻、博士課程前期課程2名。工学研究科、機械工学専攻、博士課程前期課程7名。電気工学専攻、博士課程前期課程10名。電子工学専攻、博士課程前期課程5名。同じく博士課程後期課程1名。環境建設工学専攻、博士課程前期課程5名。人間情報学研究科、人間情報学専攻、博士課程前期課程13名。同じく博士課程後期課程1名。大学文学部英文学科165名。総合人文学科62名。
歴史学科179名、教育学科73名、人間科学部心理行動科学科168名、以上701名、新入生の皆さんは起立してください。ただいま報告のあった皆さんの入学を許可いたします。着席してください。告示、大西春樹学長。本日ここに2023年度入学式を挙行するにあたり、新入生の皆様に心よりお祝い申し上げます。また保護者の皆様の喜びはいかばかりかとお察し申し上げます。今年度から開学したばかりのここ五橋キャンパス押川記念ホールに新入生を迎え入れることができ、本当に喜ばしい日となりました。本日入学される皆さんはそれぞれに高校での学びを終え、今年は新キャンパスと4つの進学校の開設ということも手伝い、多くの受験生を数えましたが、選ばれて入学の権利を勝ち取られ、東北学院大学の学生になりました。私たちは皆さんを一人一人かけがえのない人格として尊重し受け入れ、これから卒業前の4年間全力で支えていくことをお約束します。東北学院大学は9つの学部と6つの大学院研究科、学生総数1万1000人を擁する東北北海道地区最大の私立総合大学であります。日本で最初のプロテスタント教会の一員となった押川正義、その押川を支えて学院設立に尽力したアメリカ人宣教師ウィリアム・ホイによって1886年明治19年仙台進学校として最初は2名の教師、6名の学生からスタートしました。今年は創立137周年を迎えます。仙台進学校は5年ほどで東北学院ノースジャパンカレッジと名前を変え、法医の後継者であるデイビッド・シュネーダー宣教師の下で発展し、1949年に大学となり今日に至っています。創立以来東北学院は総計20万人の卒業生を送り出してきました。仙台で、東北で、それのみならず社会各地で、あらゆる職場で、また家庭で良き働きを成しています。まず本学の教育理念の基盤、これを建学の精神と言いますが、それはキリスト教による人格教育であります。学則第1条に、東北学院大学はキリスト教による人格教育を基礎として広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的道徳的および応用的能力を展開させ、もって世界文化の創造と人類の福祉に寄与することを目的とすると記しております。私たちはこの建学の精神を Life, Light, Love というスクールモットーとして説明しています。それは東北学院の卒業生の間で長い間親しまれている言葉でもあります。 Life、 命とは他者の命と人格を自分と同じように大切にすることです。ライフ、ライト、光とは、学問や科学、部活での成果によって他者を明るく照らすことです。ラブ、愛とは、自分が愛するだけではなく、他者からも愛されるようになること、
を意味しています。この見学の精神によって五ツ橋と筒戸にあるキャンパスは学期中は月曜日から金曜日まで毎日10時20分からこの牛川記念ホールと筒戸岩ラーハウザー記念礼拝堂において大学礼拝が行われています。心を落ち着かせ静謐で厳粛な大学礼拝に出席してパイプオルガンの音色のもと聖書を読み聖書に基づくメッセージを聞き学院の根幹の精神を知り自分とは何者か臨時とどう向き合うべきかを考えてほしいと思います。さて皆さんがこれから学ぶ大学とこれまで学んできた高校との違いは何でしょうか。高校の勉強には教科書があり教科書通りその正解を覚えていれば大学という次の進路は約束されてきました。しかし大学卒業後には約束された進路はありません。大学を卒業すればあとは死ぬまで自分の力すなわち実力で生きていかねばならない市民社会が待っているだけです。皆さんは大学における4年間で生涯よりよく生きていくための知識や技術を身につけなければならないのです。そのため勉学の仕方が違います。高校時代の学習という言葉は漢字で書くと学ぶに習うと書きます。大学では学ぶに収めると書いて学習と呼びます。収めるという字は修行の修、修習号の修という意味であり字であり身につけるという意味です。すなわち高校時代は先生や教科書から習うという自動的な勉学態度を意味するのに対して大学においては学生見るからがどれほど力を身につけることができるかというより主体的な勉学態度が求められるのです。よく大学なんて卒業さえできすればいいのだという人がいますが大きな間違いです。もうそんな時代ではありません。学卒なんて山ほどいます。そのような人は将来発揮すべき実力を身につけずに丸腰で市民社会に出ていくようなものです。では実力を身につけるにはどうしたらいいのでしょうか。東北学院大学では今年度から新キャンパスの開設や4つの新設学部を設置しましたがそれ以外にも新入生には以下の3つの新しい学びの仕組みを用意しました。第1は現代の読み書くそろばんと言われているデータサイエンスです。ご存知のように大量データを高速で運ぶ 5G ソサイエティやすべてのものに人工知能を宿らせる IoT によって生産・消費の大量化・加速化が急速な勢いで進展しつつあります。皆さんはこれから情報手段を駆使しまた情報手段が残す大量なデータから価値創造していかなければなりません。私は文系で数学受験ではないからそのような仕組みは分からなくてもいいということでは済まされなくなってきているのです。データサイエンスの学びの入り口として全学生が履修できる TG ベーシックに統計的思考の基礎という科目を選択必修科目として配置しました。選択ですが臆せずに履修することです。情報学の専門の先生方や文系の学生のために分かりやすく説明してくれます。文理融合の総合大学の強みです。第2はアクティブラーニングです。皆さんは高校時代に総合的な探究の時間を履修したと思います。現代社会は複雑なメカニズムから構成されていて例えば法学なら法学、工学なら工学という単一の学問だけでは複雑な社会において課題解決はできません。そこでアクティブラーニングという主体的な学習方法が求められます。全学生が履修できる TG ベーシックの課題探究という科目群はキャリア、地域、ボランティアなどの課題について問題解決のための方法を学び実際に調査して考え異なる学部の学生たちが厳しく評価し合うような問題解決型の授業を増やし
さらには少人数のゼミまで用意しました。学部が異なればこんな見方もできるのかとお互いに切磋琢磨をしてほしいのです。そのために大学は土取の方位記念館に、五ツ橋のシュネーダー記念館に、東日本随一の ICT 機器を備えたラーニングコモンというアクティブラーニングのための施設を用意しています。第3は e ポートフォリオといわれる TG フォリオの活用です。ポートフォリオはもともとは資産運用のための金融用語ですが、 TG フォリオは学生たちが自分の学習成果を振り返り、目標に対して能力がどれぐらい身についたかをパソコンで確認することができる仕組みです。就活といわれる就職活動の際には、そこからディプロマサプリメントといわれる証明書をダウンロードして、それを求人先に見せることになります。そこでは学業成績のみならず、体育会、文化団体連合会、サークルなどの課外活動、外国語外国試験のスコア、留学やボランティア経験などが記載され、証明されるようになります。 TG フォリオを活用して自分の目標を見失うことなく学生生活を送ってほしいのです。3年間我々を苦しめたコロナ禍もどうやら収束に向かいつつあります。さあ、今日から東北学院の一員です。東北学院大学も新しくなりますが、皆さんも新しくなります。自分の目標をしっかり立てて、大会や文化団体連合会、サークルに居場所を求め、通学に便利で仙台の街中に最も近いアーバンキャンパスのメリットを最大限に生かし、充実した学生生活を送ってください。大学はそのためのサポートを惜しみません。最後に聖書の有名な言葉を送ります。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。ご入学おめでとうございます。2023年4月4日東北学院大学学長大西春樹。先生、新入生総代、人間科学部心理行動科学科、小原圭。はい。新入生は起立してください。春の息吹が感じられるこの良き日に、私たち新入生一同は晴れて東北学院大学の一員となることができました。本日は私たちのためにこのように厳粛な式典を挙行していただき、誠にありがとうございます。大西学長をはじめ関係の皆様に、新入生を代表して心よりお礼を申し上げます。私たち新入生は五ツ橋キャンパスと新学部誕生という大きな変化を迎える年に、大学とともに新しい一歩を踏み出すことになります。新たな時代を切り開く大学の一員として、4年間の学生生活では研鑽を重ねて広い教養を身につけ、社会に貢献できる人物を目指し精進してまいります。そして東北学院の建学の精神であるライフ、ライト、ラブの 3L 精神のもと、人間性を磨き、学友とともに高め合い成長していく所存です。東北学院大学入学にあたり、以上のことを新入生代表として宣誓いたします。2023年4月4日新入生代表、人間科学部心理行動学科、小原圭。
聖書賛美歌贈呈。しっかり学んでください。校歌、本学聖歌隊が校歌1番2番を斉唱いたします。マスク着用の上で一緒に歌いましょう。歌詞は入学式資料の表紙裏をご覧ください。一同ご起立ください。ご着席ください。省営542番、引き続いて祝祷原田宗教部長。マスク着用の上で歌いましょう。歌詞は入学式資料の3ページをご覧ください。一同ご起立ください。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりがあなた方一同と共にいつまでもありますように。アーメン。ご着席ください。高僧、
以上をもちまして2023年度入学式を終了いたします。引き続き事務連絡がありますので新入生の皆さんはそのまま着席してお待ち願います。お待たせいたしました。それではこれよりパフォーマンスを始めます。Thank you.
以上をもちまして入学式の一切が終了となります。